どうぞ。すみません。今 YouTube 配信の確認をしてまして、ちょっとそれが終わり次第始めさせていただきますので、少々お待ちください。はい。はずなんで。ちょっと、どうぞ、6回、はい、オンにしました。ありがとうございます。ですね、じゃあ、聞こえますかね。はい。大丈夫ですかね。ちょっと待ってください。今、YouTube が、どなたかの YouTube になってますかね。どなたかの YouTube の音が入ってる気がするので、皆さん答えは、そうですね、マイクは全部、細見さんの、スピーカーをじゃあオフにして、ありがとうございます。それで、はい、ごめんなさい、じゃあ、今から始めさせていただく目になります。で3回目のゲストというか、スピーカーは、純レモン合同会社の細見さんにお越しいただいて、細見さんの活動についてお話しいただこうと思っております。はい、じゃあ早速なんですけれど、もう細見さん、簡単に自己紹介も兼ねて、そのプレゼン始めていただいてもよろしいですかね。はい、承知しました。はじめまして、皆さん。橋本さん、私の声聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。聞こえてます。ありがとうございます。はい。純レモン合同会社の細見純と申します。よろしくお願いします。私の方の自己紹介なんですけれども、去年の6月までですね、佐賀市内でサラリーマンをやっておりました。いろんなところに、AI、IoT を浸透させていこうという、ベンチャー企業でいろんなことを経験させてもらいました。スマート農業とか、建設×AI、IT、医療とかですね。で、そういうふうにやってるうちにですね、自分でも何かいろいろやってみたいアイデア浮かんできてやってみたいとかですね、そういう気持ちが抑えられなくなって、まあ、思い切って会社を飛び出してですね、自分で会社を作って、スタートアップということで始めました。で、今日ですね、ご紹介差し上げるのは、まあ、そんな中、去年ですね、きっかけというか、佐賀県の産業労働部のですね、スタートアップ DX 推進室主催の、ゲートウェイ佐賀ですね、っていうところにこう応募させていただいて、で、その前の段階で、いくつか案を揉んでいただいてですね、これがいいんじゃないということで絞って出させていただいて、その事業をですね、伴走支援を受けてきて、今に至るというところになります。で、今日はですね、実はゲートウェイだけじゃないんですね。私が受講した、採択いただいたのは。で、全部ですね、佐賀県の主催のやつで、県民の方の税金が投入はされてるんですけども、我々は無料でですね、支援というか、まあ、機会の提供を受けられるっていう事業。ですね。で、3つです。それをフル活用して、佐賀で、この佐賀の地でゼロからスタートアップを起業して、県庁で記者会見までしました。で、さらに佐賀新聞に記事を載っけてもらって、実証実験も佐賀県内で複数件ですね、実施いたしました。で、そこまでのこう記録といいますかですね、こういうふうにやってきましたということのお伝えになります。まあ、少しでも皆さんのお役に立てばと思います。またいろいろご指導ですね、いただければと後の時間でも思いますので、よろしくお願いします。はい。ですね。ちょっと今話したのと重複しますね。これ飛ばします。はい。で、今回活用した、3つの事業。まず1つ目が、ゲートウェイサガですね。アクセラレーションプログラム。で、2つ目が、スマート忍者。初めて聞かれる方は驚かれると思います。忍者って何ぞやと。実はですね、これ侍っていう専攻する講座があってですね、こちらが無償のプログラミング教室、すごい高倍率です、毎年。で、去年初めてですね、侍と忍者みたいな感じで DX に特化したですね、即戦力人材育成講座が始まりました。受講しました。で、3つ目が、佐賀県産業スマート化センターですね。この3つをフル活用しました。はい。3事業の活用状況1つずつ見ていきます。まずはスタートアップゲートウェイ佐賀アクセラレーションプログラム。これ何かというとですね、スタートアップ推進室による、すみません、ちょっと飛ばしますね。はい。これ何かと言いますとですね、超優秀な経営コンサルがですね、スタートアップの立ち上げ、ビジネスプランのブラッシュアップをハンズオンで徹底伴走支援。で、さらにですね、これに県庁のスタッフの方も加わっていただいて、あたかも有能なブレーン集団を得たかのような素晴らしいプログラムでした。で、じゃあ採択された内容、どんなビジネスなのってとこなんですけれども、一言で言うとですね、地域経済を活性化するための小売 DX、ちょっと詳しく見ていきます。課題、私が感じた課題はですね、衰退する地方経済を活性化するために、地方のお金をなるべく地方で回せるようにすべきだと。で、地域の 2C、2コンシューマー、消費者ですね。2C 販売を活性化することによって、地方でお金を回せるようにすべきだと。で、私の役割としては、当社の役割は、そのために、地域の小売が大手や EC に対抗できるような武器を作ってあげて、それを共通インフラとして提供する、普及させることだと考えました。加えてですね、ちょっと欲張りで、今、増加の一途をたどる買い物弱者の救済、1000万人弱いると言われています。こちらの救済も図れればなと。さらにですね、シニア労働力の活用にもチャレンジしたいと。てんこ盛りです。で、さらにそれを以上を日本全国の地方に横展開いたします。はい。で、プロダクトアウトではなくマーケットインでということで、まずアンケートをですね、取りました。ドライブスルーやロッカー受け取り、職場配達など、店頭での買い物以外のより便利な手段での買い物ってぶっちゃけどうですかと。アンケート結果がこちらで、男女合わせてですね、もう 37% ですかね。で、よく買い物をされる女性に至っては 42% が、いや、あったらぜひ使いたいねということでですね、回答いただきました。で、そこからですね、マーケットインで一旦私の方で仮説考えて、実証実験までやったんですけれども、その仕組みはですね、まずですね、買い物客がスマホで注文をする。で、注文先はスーパーだけじゃなくて、地域の専門食品小売店ですね。お肉屋さん、お酒屋さん、八百屋さん、お酒、ですね。と、お弁当屋さんとか飲食店。で、一次生産者ですね。農家とか畜産。何でも 2C、販売される方だったら何でも OK。で、この時にですね、顧客属性とか買い物内容、天候、気温などの情報を提供します。CRM とかですね、使っていただけるように提供します。で、店舗駐車場でドライブスルー受け取りとかロッカー受け取りをしていただく。で、これの発展系でですね、スマホで職場で注文していただいて、職場に配達であったりとか、まあ、あとお子様迎えの時に配達とかですね、っていうのも考えて試しました。で、さらにこちら、買い物弱者の救済、ですね。で、これはですね、今、移動式スーパーなんかが回ってるんですけれども、週に1回しか来ないです。ですので、残りの週に6日とかですね、毎日のように買い物がしたいと。スマホを使いこなす、もう今70代でもスマホを使いこなされますので、スマホを使っていただいて注文していただくと。で、デリバリーとか、公民館まで、公民館に受け取りロッカーを置いて受け取り配達とかですね。で、しかも、配達するのが、まだまだ自転車乗れるよ。車運転できるよというシニアの労働者の方ですね、が配達するっていうところです。はい。で、ですね、これ全体像。はい。で、実際の、実証実験 POC はですね、4カ所ですね、佐賀県、すべて佐賀県内。まず最初にやったのが、田区での湯和新鮮館、スーパーで、地域スーパーですね。で、2番目が、白石町、創業80年の伝統ある片淵酒店。で、3番目が、皆様おなじみ、佐賀市内4店舗展開のアルタさん、スーパーさんですね。で、ちょっと今後予定しているのが、伊万里で農家さんの D2C、これ植物工場産の高品質野菜で、これにですね、規格外野菜とか JA に出荷されている方の規格外野菜とか、あと伊万里はお肉が盛んですので、畜産盛んですので、お肉などを絡めて、D2C の実証実験をやろうと思っております。実証実験はですね、定量的アプローチと定性的アプローチをしました。まず定量的なものとして、小売店側の作業フェーズごとの必要工数の計測を実施。で、定性的アプローチとしては買い物客のアンケートを実施ですね。で、これの結果なんですけれども、まあ、いろいろ分かりました。結構、短い時間で対応できるよね、とか、まあ、販管費抑えられるよね、とか。ただですね、一番ですね、の成果が一番下ですね、星印。職場配達の需要が非常に高いということが分かりました。まあ、ドライブスルーとか受け取りロッカーって、アメリカではですね、カーブサイドピックアップとかって言って定着している分があるんですけれども、まあ、日本ってまあこれからかなとか、周知、認知度を上げるのこれからかなとかっていうのを感じたんですが、もう職場に配達、つまりですね、スマホで各自が注文して、退勤までに職場に届いていると。あと持って帰って直帰できるっていうところには非常に需要が高いということが分かりました。で、実際にやったことをお伝えします。そのまんまですね。職場配達やったのは、田区で、青い鳥こども園、佐賀市で鍋島保育園とデイサービス高ハウス商営という、介護施設ですね。で、具体的流れですね。これ実際私がやった流れでに、各自スマホで注文をいただきます。で、決済も注文時に事前に済ませます。で、丸2、注文内容がお店側ではオンラインで管理できます。ですので、スマホ、タブレット、PC、どんな端末でもですね、注文状況を把握できます。で、午後2時で注文を締めて、そこからピッキング、パッキング作業開始。まあ、1時間か2時間ぐらい、件数によります。で、丸4、最後、午後4時から各事業所への配達開始。で、決済も済んでいるので、お金のやり取りはなし。で、発泡スチロールのボックスに入れて、用例は、保冷剤とかですね、入れてですね、まとめてお渡しで完了。結果はですね、商品ラインナップが充実して、価格が許容範囲内であるということが前提にはなるんですけれども、これがもしあるとですね、その日は他で買い物せずに直帰できる、まあ、すごく便利とのご意見いただきました。特に子育て中の方にとっては、平日の夕方から夜の時間は超忙しいので、うってつけということですね。もう5時終わって、もうダッシュで帰るって皆さんですね。その時にもう買い物まで済ませてたら少し平日時間ができます。貴重なんですね。家族との時間ができます。はい。以上のPOC結果を踏まえて、今後の展開を考えました。で、当初ですね、アンケート、マーケットインで考えたやつからですね、ちょっと絞りをかけました。で、それがこちらです。スマホで注文、職場で受け取りということで、一番左上がですね、想定しているお客様なんですけれど、買い物客なんですけれども、ターゲットと想定しているペルソナとしては、子育て中の方を今当然、とりあえず。で、例えばですね、配送手数料なんかは、職場でですね、注文するので、各自の画面上にですね、あと、この職場でいくら注文すると配送料タダになりますよとかって出そうと思ってます。で、そうするとですね、あ、じゃあ俺買うわとか、もうちょっと買い足しますみたいな感じで、客単価も伸びるのではないかと。で、注文が小売店とか農家さんに行って、ピッキング、パッキングして、配達をするっていうところですね。で、粗利の中からですね、販管費の中から、分け前をいただければなと思ってます。で、左下がその職場なんですけれども、これ職場ですね、福利厚生っていうことで、売りとして採用でアピールできるのではないかと思ってます。今、本当人手不足で、パートのですね、非常に能力が高いけど、パートでっていう、スタッフの方がもうどんどん辞めていくとかですね、子育て大変だから辞めていくとかあるんですけれども、こういうサービス使える職場だったら働きたいとか、あとは企業の社会的責任とかですね、そういうのもあって、入れていただきたいとアピール。で、さらに、一定額以上売れた場合は、取扱手数料としてキックバックしますとかですね、実利もご提供差し上げて、普及を目指したいなと思っています。で、この職場受け取りに限定するとですね、マーケティングとかプロモーションも比較的単純化されて、明確化されてですね、まずは、買い物していただく消費者に行く。会社に行くとですね。で、そこを抑えると、もう、お客さんがいる状態なので、それを持って、小売店さんとか農家さんに、当たると。そうするともう売りが見えてくるので、導入が進みやすいんじゃないかなと考えています。で、買い物弱者救済、シニア労働力の活用、諦めちゃうの？あんなに言ってたのにと。いいえ、やります。同じシステム内で運用でカバー可能と考えます。それがこちらです。おじいちゃんおばあちゃんがですね、スマホを使いこなしていただいて注文をしていただくということですね。で、ポイントがここです。どこに取りに行くか、配達するか。家までの配達は一旦やりませんところ。もちろん買い物弱者っておじいちゃんおばあちゃんだけじゃなくて、子育て中の手が離せない方も含まれるんですけれども、最寄りのですね、受け取りをやっている職場まで行っていただけます。で、職場の方は話をつけておいて、セキュリティ上の問題とかもあるんでしょうけれども、ここまでだったら入ってきて受け取っていいよ。営業時間内だったら OK。で、もちろん廃棄ルールとかも決めておいてですね。で、企業の社会的責任として、果たせると、それも果たせると。受け取りポイントとして、やっていただくと。で、そこまでの配達。で、さらに遡って、商品のピッキング、パッキング。これまだ動けるよ。自分できますよっていうシニアにやっていただいてもいいかなと思っています。で、これによってですね、同じシステムを使って運用面でカバーすることによって、買い物弱者救済、シニア活用っていうのもできると考えます。はい。で、先行事例とか競合をちょっと調べてみました。ちょっと先行事例は置いといて、競合ですね。これもう皆さんご想像の通りコープです。職場配達やってます。で、もうコープ、ぶっちゃけ最強って言われてます。私も最強かなと思います。コープ最強。その最強の敵に挑むんですけれども、コープとの差別化ポイント、対消費者。まず即日性ですね。当日の午後2時、3時ぐらいまで注文を受け付けますので、その日、何買おうかな、今日何食べようかな、みたいな感覚で買い物をしていただけて、その日の退勤時までに配達。で、あと地域のお店で地産品を含めた買い物ができる。ここで売り手に入っていただくのは地域のスーパーさんなんで、それができると。あと、地域の農家の D2C 商品を買えるですね、直販商品を買える。っていうことがあります。で、ちょっと悪口じゃないですけど、コープ利用者のペイン考えてみました。で、純レモンはこんな思いさせませんというところで、まずですね、注文配達は週に1度とかです。2度のとこもあるらしいんですけど、で配達は注文の1週間後。で、これがですね、実際伺うと、1週間分の献立を事前に考えなければいけないと。これ結構ストレスでめんどくさいらしいです。で、組合員にならなければならない。出資金が必要。毎月の増進もお願いされる。これもちょっと面倒ですね。で、同じことですけど、請求を支えるために毎週のご利用をお願いしていますっていうのもなんかちょっと面倒ですね。使わないときもありますと。で、半配達の精神的負担って、もう半って何ですかっていう面倒くさい。で、最後、商品配達1週間前に注文、さらに、その1週間前にカタログお届けとかってですね、日が暮れますとめんどくさいですね。こういった思いを準レモンはさせないですね。はい。で、あと、オープンイノベーションですね。これ仲間多い方がいいよねっていうところで、ちょっと今考えているのが、準レモンだけで実現するのにはちょっと時間がかかるとかって場合も、地域の社協とか地域包括支援センター、ボランティア、こういったところとか、あと教育研究機関ですね、大学とか高専とか、それだとですね、みんなでオープンイノベーションで連携することによって、もうより早くスピーディーにですね、事業を実現することができるのではないかと考えています。はい。で、パブリシティメディア露出についてで、記者会見意外と簡単ということで、記者会見やったので、その経験をお伝えしたいと思います。まずですね、佐賀県庁の3階に県政記者室ってあって、そこで記者会見をやりました。で、県政記者室っていうのはですね、県庁にあるんですけど、県とは関係ないですね、直接の。報道各社で組織される記者クラブっていうのがあって、そこが運営しています。で、記者会見を開くこと自体は超簡単。ただ、実際に取材に何社来るか、で、記事にそこから何本なるかは、もう全く未定で、00っていうのも大いにあり得ます。で、私がやった経験はですね、まず電話かけました。で、受付の方に記者会見をさせていただきたい旨と、大まかな内容をちょっと熱く語ったんですね。で、もちろんですね、毎回言うんですけども、本県佐賀県のスタートアップ支援事業です。佐賀県庁で、支援いただいております。これもう佐賀県が認めたやつなんでっていうことでアピールをします。で、受付の方はそうするとですね、もういきなりですね、いつがいいですかと、もうやるの前提なんですかって感じなんですけども、その通りで、希望にってお伝えしました。審査とかやるんじゃないですか。だってね、公序良俗に反する内容とか、なんかいきなり言う人とかいないのかな。で、この時点でやれるのが前提で話が進んで、投げ込み資料を持ってきてくれって言われて20部作って、いわゆるプレスリリースですね。で、私考えたのは、もう記者さん皆さんお忙しいので、もう A4 片面1枚にまとめるってところですね。で、日程フィックスが幹事社確認してからいただいて、その連絡をいただいて、もう開催決定ですね。で、2月7日に記者会見実施で、4社も来ていただいてですね、佐賀新聞、日課工業新聞、朝日、読売ですね、大変嬉しかったです。で、そのうちですね、佐賀新聞と日刊工業新聞2紙に掲載いただきまして、やっぱ佐賀新聞すごいですね。県内での記事掲載の影響力は超絶大ですね。超絶大きくて、もう行く先々でですね、記事見ましたよって言われて、実証実験がめちゃくちゃやりやすかったです。記者会見本当おすすめです。はい。で、これが載せていただいた記事で、左側が佐賀新聞で、結構ですね、これ実際大きいんですよね。大きく載せていただきました。日刊工業新聞は顔写真付きですね。で、このおかげもあってですね、もう宅でですね、市役所行ったら話がスッスッスッと通って、ホームページに載せますって、なんかこっちからお願いもしてないのに載せるってご提案いただいて、こういうふうに載せていただいて、で、もちろんですね、こう載せていただいたら私も、必ずこれを見て、いや、もう、宅では市を挙げて応援していただいてますとですね、言ってます。はい、ちなみにですね、先日マリターレで3月15日デモデーで発表があったんですけども、それがきっかけで、某全国紙の東京本社経済部から取材なんですが、もう本当県のイベントとかメディアは徹底活用すべしです。はい。で、話ちょっと戻します。で、活用した事業ですね、に戻ります。忍者 DX 即戦力人材育成講座ですね。で、実証実験やりたい。なんですが、私、開発エンジニアじゃなくてスキルがないですね。資金もない中、どうしたものかと考えあぐねてたんですけれども、去年初めてこの忍者っていうのが始まって、説明の中にノーコード、ローコードって文字が書いてありました。あ、これいいかもなっていうことで、応募して採用いただきました。で、その結果ですね、Google、両方とも Google なんですけど、無料で使えます。ノーコードでのアプリ開発プラットフォームの Google App Sheet と、あとアンケート作成管理ソフトウェアの Google フォーム、これを活用することによって、プロトタイプ作成に成功しました。で、DX 講座のおかげで、非エンジニアである私がですね、こういったプロットを作れたっていうところが大きかったです。はい。これが Google App Sheet の開発画面で、残念ながらですね、ちょっとユーザーの利便性が悪かったので、これはやめました。で、どうしようかなと思ってたら、この Google フォーム、これ大体アンケート用のやつなんですけど、ただ、アンケートって結局買い物の注文となんか一緒なんですよね。で、こういうふうに作れちゃいました。で、もちろんアンケートと一緒で、回答結果というか注文結果はこういうふうにスプレッドシートの方に入ってくるので、注文管理もできると。ただですね、オンライン決済ではできなかったですね。なので、結局本番ではですね、これ使わなかったです。本番ではオンライン決済ができる既存のインフラを実証実験限りということで使いました。はい。で、3つ目、支援事業3つ目、佐賀県産業スマート化センターですね。これ最高の出会い系っていうところなんですけれども、これがですね、開発面でやっぱパートナーが必要だったんですね。で、さっきの先日のですね、アクセラプログラムで相談したところですね、ここに相談してみたらって言われたんですね。で、まあ、本当わらにもすがる思いで電話をかけました。で、コーディネーターに開発パートナー探してますってお伝えしたところ、なんとですね、264社もサポーティングカンパニーが登録されているそうで、説明会ができますよということでした。もうぜひということで、これがですね、ホームページ、サポーティングカンパニー向けのページに載せていただくんですね。こういうふうに、いついつに、こういった人がやりますので、参加希望者は参加してください。で、これと別に、メールも飛ぶそうです。で、まあ、恐る恐るだったんですけれども、なんとですね、7社も手を挙げていただいて、合同でオンライン説明会を実施。さらに、うち3社から個別面談をいただきました。で、その中から1社、これ社長様がですね、佐賀ご出身で、まだ30代で、気鋭の方なんですけれども、オンラインミーティングしていただいて、で、もうサポートですね、していただくことになりました。その素晴らしい会社とは、こちらです。合同会社ソフトの池田亮社長ですね。非常にキレますね。キレキレで、もう、私も信頼を置いております。はい。で、こんな出会い系を出会いをサポートしてくださった産業スマート化センターも控えめに言って最高なものでございました。ありがとうございます。はい。で、まとめると、アクセラプログラムでスタートアップ事業全体の推進を行って、DX 講座でノーコード、ローコード駆使。して、最後、スマート化センターで強力なパートナーを得ることができました。はい。で、今年度もですね、いろいろ考えています。佐賀県のスタートアップ支援、機会提供事業を活用したいと、まあ、採択されればですけど、スタートアップブースト佐賀、スタートアップコネクト佐賀、佐賀ラボチャレンジカップ。で、4番目、これがですね、大きいです。佐賀県スタートアップローンチ事業家補助金。これはですね、最高で500万円と額も大きくて、なんとですね、100% 10分の10補助。で、今回私が採択されたゲートウェイ佐賀と上記のやつですね、に過去2年に採択された実績があることが応募要件となっているので、応募者数も限定しているということで、今回私チャレンジしようと思うんですけれども、非常にこう、おすすめな、機会のチャンスじゃないかなと思っています。はい。で、最後にですね、と思うことが、まず、機会を与えてもらえるように可能な限りのチャレンジをすると、の中で機会がやっと与えてもらったりしますと。でも、一旦機会を与えられたらですね、ずうずうしくですね、目いっぱい活用するっていうところです。で、まあ、ちょっと、誤解を招きかねないんですけども、私はですね、やっちゃダメって言われてること以外は何でもやるべきだと思っててですね。で、まあ、やってるうちにそれダメですよ、本当はって言われて、すいませんと、もう二度としませんっていうところで、そういうこう、ちょっとギリギリを攻めるっていうんですかね、っていうところは大事かなと思っております。はい、以上でございます。ありがとうございました。そうです。ありがとうございます。そうですね、なんか、めちゃくちゃその示唆に富んでる内容だったなとも思っていて、で、まあ早速、まあせっかくの機会なので意見交換っていう形に進みたいと思うんですけれど、すみません、今日来ていらっしゃる方で、7時までっていう方、米山さんがもしいらっしゃるんであれば、何か優先的にお聞きしたいことがあれば、聞いていただければなと思うんですけれど、いらっしゃらないかもしれないですね。はい。じゃあ、そしたら気にせず、今いらっしゃる方、話せる方で意見交換していけたらなと思います。どなたか、こう、聞きたいこととか、なんかまあ、細見さんと話したいこととかある方いらっしゃいますかね。なければ私からまず最初になんか聞いちゃいますけれど、よろしいですかね。どうぞ。ありがとうございます。ですね、なんかまあ、POC、実証実験されて、で、その結果、職場に配達するっていうところに需要があるっていうのに気づけたっていうお話だったかと思うんですけれど、こうやられてた実証実験と、職場に配達してもらった方がありがたいみたいな需要っていうのが、少しちょっと乖離があるような気がしていて、なんか実証実験して、何かしらアンケートでそういった職場に来てもらった方が嬉しいってきたのか、なんかどういった流れで職場の方がいいっていう話になったのかっていう、経緯みたいなものをもう少し詳しく伺えれたらいいなと思ったんですけれども。はい、職場配達へのニーズとかニーズの高さっていうのは、実は実証実験の前からいろいろヒアリングをしてたので、いただいてました。まあ、アンケート結果もそうですし、直接もうママさんとかとお話ししての結果です。で、今回も実証実験の中で、まあ、当初の想定はドライブスルー受け取りとロッカー受け取りとかだったので、あくまでもそっちメインで日程組んだんですが、その中でも実際に配達を行って、今、下井さんおっしゃった通り、アンケートも取らせていただきましたし、まあ、直接お話を伺ったところ、まあ、やはり需要があるというところが分かったということです。ありがとうございます。まあ、そうですね、直接お話を伺ってとか、まあ、あと前々からそういったところの需要はありそうだっていうのもあったっていう。ですね。なるほど。ありがとうございます。すみません、今、画面共有、一旦切ってもらっても大丈夫ですか。はい。多分そうすると、みんなの顔が多分 YouTube に残るかなと思ったので、はい。じゃあちょっと、はい。それで進めていこうかなと思います。じゃあ他に何か聞いてみたいことある方いらっしゃいますかね。じゃあ森さんお願いします。まあ、職場に配達して、それを家に持って帰るわけですけども、お客さん的にはすごく喜んでました。はい。また使いたいっていう需要があった。例えばこれに、なんか、実際今人が動くわけなので、人件費分、例えば300円とか乗っけることっていうのは可能性があるんでしょうか。はい。そこはですね、可能性はあります。やっぱちょっと利便性が高いのであれば、要は時間を買うじゃないですけれども、ね、平日の買い物するんだったらまあ1時間かかるとか、その1時間の価値って、まあ、最低賃金とかそれどころじゃないと思うんですよね。自分の賃金を超えるかもしれないですね。ですので、まあ、一定の配送手数料っていうのに対しては、許容されるという認識です。はい。まあ、加えて、競合他社とか先行業者とかも見てると、例えばですね、300円とか500円とかぐらいまで取られてるところもあります。はい。ありがとうございました。そうですよね。なんかそういった上乗せできるか否かっていうのはとてもなんか大事ですよね。なんかその絡みで、もう一点ちょっと私すみません聞いちゃっていいですか。すみません。なんかお話の中でコープが確かなんだっけな、コープのところで。すみません、今、パッと記憶が、なんかスライド、すみません、ちょっといいですか。なんかパッと、なんだっけな、コープで時間がかかる、コストが、待ってくださいね。あれ、さっきまで覚えてたんですけど、ちょっとあれ、そうだ、みんなで使えば配送料が安くなるっていうような、みんなで使えばっていうか、届ければ、配送料が安くなるっていう、なんか職場の、ところで運ぶと、なんかそういったメリットがあるっていうようなところがあったと思うんですけれど、確かにコープっておそらく個別の家に届けるっていうような形ですよね。職場配達もあります。個配と職場配達もあって、そこはコープもですね、実は職場配達の場合は、送料は取りませんよっていうところもあります。コープによって違って。ったりもするので。なるほど、なるほど。はい。あ、そこが、まあ私がそのコープがまあ、各家に配達してって、配送料が高いので、その職場配達っていうところで、そこを利用すると配送料が安くなるっていうメリットがあるのかもなって思ったら、コープも職場配達はやってるところもありますね。で、個配も、1回あたり204円とか、安かったりとか、はいはい、あとはグループで受け取ると無料になるとか、はい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 、そういうのを やられてたりはします。あ、結構じゃあ、配送料とかに関しては、割とコープ、値段控えめでやってくれてるんです、ね、だと思いますね。ただ、それが値段、商品価格に反映されてるのかどうかはわからないですし。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。うん、だからもう、一応私の考えとしては、高い利便性を消費者に提供して、はい、その代わりきちっと区分けをして、うんはいはい、配送にかかるコストはそれはそれでいただくし、はいはいお買い物のお客様にそれがちゃんと分かるようにきっちりしたいと思ってます。うんうん、確かにそうですね。まあ、どういったまあ料金体系に跳ねてるかとか、まあ、分かんないですからね、コープとか。うん、だからまあ、ウーバーなんかやっぱり明らかにこう、配達してもらったら高くなるから、その高くなる分がコストっていうのが分かるじゃないですか。そうですね。ただ、ウーバーってめちゃくちゃ便利なんで、もう、佐賀ではあんま一般的じゃないかもしれませんが、都会ではもう一回使ったら手放せないみたいな。うんうん、でも、ウーバーが世の中に出る前に、こういうプラスの料金でこんなの使いますかって聞いたら、多分ほとんどの人は、いやいや、そんなの、まあ高くて使えませんみたいな。そうですね。うん、ところが出て実際便利さを享受してみたらもう話せないみたいな。なんかそんな利便性を提供したいと思ってます。なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ確かに初期、今までにないサービスって、だとはまあ価格にそれが反映されちゃってるものだと、なかなか手が出にくいってありますよね。うん、まあ Uber とかしかり、うん。で、まあ、だからもう確実にまあ一度経験してもらって、楽だっていう感動体験っていうか、ですね。なんかそういったのがいかに与えられるかっていうのがなんか大事なのかもしれないですね。はい、受け入れてもらう。はい、そうですね。なんで、例えばコープに対応するときも、コープのお客さん全部こっちに持ってくるとかっていうではなくて、隙間でまずニッチで使っていただいて、はいはい、コープの配達がない日とかにですね。なるほど、なるほど、なるほど。使ってみたらですね、うんうん、あれこれなんかいいね、もうこっちでよくないみたいな、うんうん、に持っていこうかなと。うんうん、あ確かに最初のまあ01でお客さん取ってくるっていう時にはそういった隙間の、うん、コープがまあ配達してないタイミングとかを狙うっていうのはなんかそこら辺はなんか狙いやすいし顧客としても使いやすい気もしますよね。はいうんうん、ありがとうございます。すみません、長々と喋っちゃいましたけど、はい。じゃあもうどんどんいっちゃいましょうか。他に何かこうありますか？今の話でもまた全然別の話でも。あ、はい、じゃあ富高さんお願いします。次は私もコープでですね、利用させていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。非常に私もね、雨の日だったんですけど、非常に良かった。うん、見ていただいたなと思って。で、そのアンケートの中で、ちなみにこういった店を利用してみたいなとか、こういう店とかっていうのがなんかあったのかなと思って。そうですね、ちょっとそういう質問項目は設けてはいなかったんですけれども、やはりこうお肉とかは少しこう不安っていうのはありましたですね。だからやっぱちょっとお肉もなかなか売れてなかったんですけれども、でどうしてもこう鮮度であったりとか脂身の比率とかをこう目で 見ないと買うのに躊躇するみたいなですね。ただそこも、まあ、一回こうちゃんとしたものをこう出して、それを積み重ねていけば、まあ問題ないよねっていうところで乗り越えられるかなと思うんですけど、まあそういったご意見はいただきます。うん、はい。結構イオンも、ネットスーパーとか、結構それも利用したことあるんですけど、うちの妻が言ってたのは、すごい鮮度のいいものとか、状態がいいものを選んでもらっていると。うん、だからそういった意味でネットスーパー利用した方が自分で選ぶよりもいいものだというふうな話があって、で、実際に店の人に聞いてみると、やはりそこクレームとかが来ないように、最新の注意を払って、一番いいものを選んでいるというような話があったので、確かにそういったところは非常に重要だろうというのは、私も同じ話は聞きました、イオンに関してですね。で、一つちょっと私考えているのは、例えばそのお肉がやっぱそういうセンシティブなものであれば、例えばですね、その日の朝切り出しましたとか銘打つとかですね、そういった感じでまずは実際に品質のいいものっていうのも当然なんですけれども、安心感を提供すると。で、あと賞味期限に関しても、うちはもう何日分残ってるものしかそもそも扱いませんみたいな。じゃあそれ以外のやつどうなるかっていうと、それこそ、店舗と配達の住み分けができると思ってて、でちょっと少し古くっていうか期限ないですけれども、そういったものは店舗で売る。もしかすると少しだけ値引きするとより売れるかもしれない。でそうすると、店舗の従来の来店お客様の、ユーザビリティも向上しますし、片や新規顧客獲得も狙えるっていうところで、店舗にとっても逆にそれが強みになるんじゃないかなと思ってます。なるほどね。面白いですよね。すみません、いきなり喋り始めちゃいましたけど、私とか、割と男性って野菜とかお肉とかを選ぶ目がないかもしれないっていう。私なんかもう何が新鮮なのかとか、何が美味しいものなのかっていうのが分かんないので、なんかそういった観点から男性とか、あとは今の女性も、男性に限らず女性ももしかしたらそういった、なんか年齢にもよるかもしれないですけれど、そういった需要とかっていうのはありそうだなっていう。奥様ですもんね。富高さんの奥様も、なんかもう自分で選ぶよりいいかもみたいなお話されてたっていうことなんで、なんか女性にも需要がありそうだって考えると、本当そういった住み分けとかしていけそうですよね。そうですね。店舗と配達とかっていう。あまり何も考えずに楽に買い物ができるっていうのはすごくいいと思うんですよね。でそうじゃないと、変なの買うわけにいかないから、もうそこにあるやつって一番いいやつを買わなきゃって言ったら大変ですもんね。プレッシャー、買い物の現場で。なので、もうそこら辺がある程度均一化して、ある程度以上の品質しかも入ってこないよっていうのは、もう逆に武器。楽に買い物、男性でも考えずに買い物できる。白菜とか買って、結構まだ早い時期とかだと、本当に虫食いがすごくなものがあったりしますからね。なんかそこもあれですよね、一度経験してみると、もう離れられないとか、また使ってみようっていう気持ちにはなるかもしれないですね。で、そういうサービスをにしたい、やんなきゃなと思ってます。これなんか、郵便局が見守りサービスみたいなのやったりするけど、なんかそういうサービスもなんか付加したら、なんか、マネタイズのチャンスがあるのかなって。ありがとうございます。実際ですね、宮城町の地域包括支援センターの所長様とお話しさせていただいたときは、向こうからそういうご提案をいただきました。これ見守りもできるよねっていうところで。その前は見守りを依頼するのは、多分そこに住んでない家族だと思うんですね。その家族からを、月いくらとかっていうような形で。あり得ると思います。マルタのチャンスが出てくるかなと思うんですね。なんかそういった需要とかも、なんか今後、間違いなく増えていきますよね。あと、俺なんて、今東京住んでて、実家岡山で、岡山県相鉄市っていううちの母があるんですけど、この3年間、あまり帰ってないんですよ。コロナもあって。去年ちょっと帰りましたけども、やっぱなんか、お墓にお参り行かなきゃっていうのがコロナにあって、で、別に、代々の森家の土地にあるお墓なので、お寺にあるわけじゃないんですね。だから、誰か見に行ってくれないかなとかね、それは思ってて、逆に、私はユーザー側なんだけども、なんかふるさとの、あなたの家のお墓に参りますみたいな、お花あげに行きますみたいな、そんなサービスがなんか俺あったら、なんか俺使いたいなとかって結構思ってるんですよ。そういったなんか広がりとかも、考えられそうですよね。うん、そうですね。うん、で、まあ、ビジネス的な観点から言っても、例えばもういいものであれば、やっぱりみんな真似をいずれしてきます。うん、そうですね。はい。で、特にその資本があるとこが結構なんかえげつないやり方とかでもう値引きしてですね、市場取っていっちゃうところもあると思うんですね。なので、次から次にこういろんな付加価値とか付加サービスっていうのを考えて、まあ、実装可能であれば、ちょっと試し打ちしてみるという、余力のあるうちに、っていうのもぜひやっていきたいなと思ってます。でも多分そのユーザー数をたくさん抱えたもん勝ちだと思うんですよね。うん、多分会社の価値、バリエーション考えた場合、いろんなサービスだとかね。そうですね。俺らもあなたの実家の墓、見に行きます。お線香あげてきます。お金あげてきます。使いたいですよ。うん、全然使えないものなんで。あれですもんね、そのベースのサービスがあれば、その周辺のサービスに広げていくって、そこまでなんかリスクはなんかなさそうですよね。なんかそれで失敗したらまた基幹の元のサービスがあるんで、そこでまあしっかりとしたものがあれば、あとはまあこう数打って当たったらそこに集中するとかっていうなんかやり方もできそうなので、アマゾンとかね、もう資金余裕があるから、バンバン試し打ちして、バンバン閉じてみたいなですね、繰り返しですよね。そういったところが、まあそうですよね、やれるところはやっぱり強いですよね。でまあ、なんか、そうですね、で今、まあ、私がまあ弁理士をやってるからっていうのもあるんですけど、でまあ、他社の参入を防ぐっていう観点では、まあ、その特許権とか、その知財権っていうのがあるんですけど、結局、その資金にものを言わせて、まあ、ちょっとその、外す、その権利から外されたもので、まあ、その実施されちゃうとか、なんかまあ、それで、まあ、そっちの方で、まあ、ネームバリューとかあるんで、そっちでユーザーが獲得されちゃうと、なんか、せっかくいい権利が取れたとしても、なんかちょっと回避されて、こう、逃げられちゃうっていう可能性もありそうで、なんかその一件の特許だけで、その他者を完全に排除できるかどうかっていうところはなかなか難しそうだなとか思いながら、おっしゃる通りだと思ってて、特許技術、テクノロジーでもそうですし、私なんかそういうこうエンジニアじゃないんで特にアイディアなんですよね。で、あ、これいいんじゃないかなって思いついても、まあ、ほぼ世の中にググったらやっぱあるんですよね。で、そしたらですね、じゃあもうそれやらないかってそうじゃなくて、でも周り見てあんまりやってる人がいなかったり、地域でやってなかったら、じゃあ自分がやってみるっていうか、まあ、とにかくやるっていうところですね、が一番大事なんじゃないかなとつくづく思います。なんかそうですよね。で、まあ、やってみる。で、そうですね。その実際やってみた中で差別化っていうか、その、こうよりその深掘りっていうか、相手の課題も見えてきて、でよりそのサービスが洗練されてくるかと思うんで、その洗練されてくると、やっぱり今まであったサービスとの差別化っていうのもなんか徐々にできてくるかもしれないんで、その差別化してって、ここがポイントだっていうところができたら、そこでなんか抑えていくっていうのもありなのかもしれないなっていう。その通りだと思います。で、いつまでもそれを頭の中だけで考えてると、もうシミュレーションで終わるので、まず最初、本当に最初の0から一歩っていうのを生み出すのが大事かなと。おっしゃる通りですね。今は切に思っております。いや、重みがありますね。なんかその実際行動もされて、まあ、成果も出されてるんで、細見さんは。いや、そういう意味では、まだ1を私ができてないですよね。実証実験はやってるんですけど、それはアイディアの検証段階なんで、やっぱり実際にお金を頂戴できるサービス、対価として報酬いただけるサービスを世に出すところをもう早く今年度中にというところですね。そこら辺ちょっと気になって、ごめんなさい、まだどんどん喋っちゃうんですけど、気になって、なんかその、まあ、実証実験とかも今やってる最中だと思うんですけど、その間でも、なんかちょっとお金を払ってでもちょっと使わせてくれないかみたいなところは今出てきたりしてますかね。いや、今のところですね、値段が安かったら使いたいとかは出てくるんですけれども、まあ、でもお店としてはやっぱり売り上げが上がるんだったら、まあ、その費用対効果もありますけれども、それ使いたいっていうソリューションとして使いたいっていうのはあるんですけどね。ただ、まだその価値、本当の価値とかっていうのを示しきってはいないですね。それは、まあ、あくまでも実証実験って試行錯誤なんで、の中でですから、ね、ってとこですね。なんか本当にもう細見さんはもうなんていうか、その早くこう成功路線にっていうかお金を稼ぐっていうところまでこう達してもらって、で、まあ私も含めその他のスタートアップ企業さんっていうか、そういったところのその道しるべみたいなのになっていただきたいなっていうところが あるので、なんかその魅力を全部こう今見せられてない状況っていうお話だったかもしれないですけれど、なんかまあ今の段階でもなんかもうこう契約するっていうかお金を得てサービス展開しますよみたいなことを打ち出しちゃって、まあひとまずもうお金を得る方向で進めるとかっていうお考えとかってあったりしますか？はい、あります。で、はっきりと今、今日の今日で、内示書とかいただいているわけではないんですけれども、この POC 実証実験にご協力いただいたお店様が、まあ、ローンチカスタマーになっていただきたいっていうのもありますので、まあ、そこで、今回の実証実験を踏まえて、こういう絵を改めて描いてますと。で、これが実現近々実現しますので、できた暁にはローンチカスタマーになってくださいっていう話はちゃんとしようと思ってます。実はね、ある商業投資家、物資産系の人たちと話したんだけど、結局うちなんか、実証実験はもう大学でやってて、うまくいってて、で今まさにこう、間でやろうとしてます。で、こういうわけなんですね。多分やればうまくいくと思うのと、この人は言ってて、でただね、金をさっさと欲しいんだったら、とりあえず、できたら絶対買うよという承諾書があってくる。なるほど。で、もちろんなかなかそこに反抗した人はいないんです、普通は。できるか、それが求める性能かどうか分かんないじゃん。しかし、その前に、まあ、覚書でね、いやいや、買うけども、それは、使用が、求める仕様が満足したら買います。で、1秒あればさ、どこでも断られるわけです。それを作ったとしても。そうですね。だから、2つの紙を用意するわけです。で、まあ、スーパーさんとか行って、ハンコもらって、まあ、スーパーさんから逃げられないです。まあ、よければもちろん使うと思うんですよ。で、これ自体は僕、あんまりリスクがないと思ってて、多分使うんですよ。ちゃんとやれば。で、その紙を3、4枚あれば、多分数千万ぐらいのものは調達できると思う。私は、むしろ、うちの方がもっと難しいのね。テクノロジーなんて。まあ、いけるとは思いますけども、本当に期待する効果が出るかどうか。で、効果が分かりやすいから。もうすでに分かりやすいし。だから、まあ、2000万とか、多分そのくらいのお金は出す。VC さんっていっぱいいるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。段階でですよ。ありがとうございます。紙切れを書いてもらってください。で、さっきの途中でもお話しした通り、まずその小売店さん口説くのに前提として、買い物客、潜在的な買い物客がこれだけいますよって事業所でこういう話してて、あったら使いたいとおっしゃってますよっていうのが結構大きな、その小売店さんに一筆いただく武器になるんじゃないかなと。はい。だから一番なんかこう、お金の調達しやすいポジションにいると思いますから、私的には。もう本当に早くっていうか、まあ、私が焦らせてもしょうがないんですけど、でも本当にこう、先をどんどん走っていただいて、で、まあ、そこで得られた知見っていうのをなんかどんどんこう、そうですね、はい、それができるようになれば、はい。できると思いますね。なんか私も、なんかもう、細見さんのこの、なんていうか、突進力っていうか、その突破力とか見てると、なんか、もう、すぐトントンっていっちゃうんじゃないかなって思ってたりするので、本当に、早く成功してもらいたいですね。5月末ぐらいには、なんか、金が、まあ、2000万ぐらい入って、どこからもう一回作り直して、まあ、今年中には、こう、結構収益が上がるんじゃないかなって、そうですね。500万円の補助金ちょっと取りに行きたくて、まあ、そこ取れれば、なんとかそれを使ってですね、職場配達の結構単純化されたシステムを作って、でそれでもう私が現場に入るんですよ。ピッキング、パッキングと配達はもう最初一件私が絶対やるんで、それで、売り上げ立てると、を今年度中に。ついてると思うんですよね。500万取れたらでかいですよね。でかいですね。でかいですね。あれですね。すみません。ちょっと今話しまくっちゃいましたけど、せっかくなので、橋本さんも何かこう、ご意見とかあれば、お伺いできればと思ったんですけど、何か、はい、すみません、急に振ってしまいまして。いえいえいえ。去年の6月からスタートして、あっという間に実証実験までして、すごいな、すごいスピードで展開してるなって感心してます。で、実際に実証実験やった結果、見えてきたことって、結局、子育て中の一番忙しいママたちが一番利用したっていうことですよね。結果的にその一番利用、今回の実証実験で一番たくさん利用していただいたっていうわけではないんですけれども、そこに一番明確なニーズがあるっていうのは、今回の実証実験プラス、ヒアリングも含めてですね、感じているところです。そうですよね。だからコープさんとかも確かに、配達やってるけれども、1週間前に注文しなきゃいけない。その日に注文じゃ受け付けないっていう。だけど、忙しいママたちは、そうじゃなくて、もうその日買いたいものを、職場で受け取りたいっていう、そういうのが、細見さんのところにニーズとして、明らかにあったという、そこが一番、そこを押していくのが強みになるのかなって、印象を持ちましたけど。ありがとうございます。やっぱ繰り返しになるんですけど、その1週間分の献立を事前に考えて発注するっていうのが、結構なんかもうめんどくさいっていうか、手間だったりされるらしいんですよね。できないですよね、そんなことはね。よっぽど時間の人はできるんですよ。で、私が提案しているのは、もうその日のそのスーパーで本当に買い物する感覚で買い物していただけるっていうところなので、そこは大きな差別化ポイントじゃないのかなと思ってます。現時点ではですね。そうですね。忙しくて買い物に行けない人が利用できるっていうのが一番強みじゃないかな。そこをね、ありがとうございます。展開していけば、なんか、うまくいきそうな感じがしますね。本当。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。本当に、需要っていうか、課題っていうか、明確ですしね。そういったところも、成功しやすそうなところな気がしますよね。今、あれですかね、田中さんが入ってこられましたかね。すみません、今、YouTube だったら申し訳ない。YouTube ご覧になってましたか。YouTube 拝見してて、ちょっと、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。そうですね。そしたら、田中さんにはとりあえず今回、フラグ、YouTube を引き続きちょっとご覧いただきながら、で、また何かそのご意見あったら、直接細見さんだったりとか、そうですね、あれですかね、スラックのグループとかにご案内、まだ田中さんできてないと思ってたので、ちょっとご案内させていただいたりとかもしようと思いますので、そしたら、あと5分ぐらい、ちょっと始まるのも5分ぐらい遅れたので、何か追加でお聞きしたいことがあれば、これは、例えばビジネスモデルとして成り立ちました、できました。そうなってくると、他の地域、例えば唐津とかですね、あるいは福岡とか、そういう立ち位置にも展開するんですか？はい、もちろんです。で、当初は営業を私がやりますので、私があまり費用をかけずに、肉体的にも可能な範囲でと思ってますんで、まず佐賀県内で、次いで、北部九州で、その後九州全域、そこぐらいまではまずちょっと頑張ろうかなと。はい。で、その後はもちろん日本のいきなり北海道飛んだり、沖縄飛んだりとかあり得ると思います。はい。全国展開していくという。もちろん。はい。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、そろそろ、締めの方に入っていきましょうか。すみません。じゃあ、改めまして、細見さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、来週というか次回なんですけれども、今のところ、その4月20日に、富高さんにご発表いただこうかなと思ってますので、はい、富高さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、富高さんがどんな内容を発表されるかとか、また後日ご案内させていただこうと思いますので、またこういった形でその意見交換できればと思ってますので、引き続き、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、そしたら、今回、その TWL 第3回終わりにさせていただこうと思いますので、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。